さあ今日はどうする？これにしようか。よしできた。何かあったらすぐに戻ってくる。
グレモリーも役に立ちませんわね。さすがアルフレッドも恐れた最適合者といったところかしら。その姿、私たちと同じ結晶を。私もヨハネスもあなたのことを信じてたのに。ありがとうと言ったらいいかしら。おかげで錬金術の知識も、この結晶をコントロールすることも、すべて手に入れることができました。そうそう、あなたにお礼を言わないと。持ってきてくれたシャード、すべて私の力になっているのよ。どうしてこんなことを。今回もそう。悪魔の出現に神は姿も見せない。そして神の代行者たちが悪魔に無残に殺されるのよ。本当に神なんているのかしら。神という名のもとに得体の知れないものを崇めさせ、そしてその力を使わされる。こんな馬鹿げた話はないわ。私はその神と呼ばれる存在を憎む。だからそれを超える力、神を殺せる力を求めたのよ。そんなことのためにどれだけの人たちが。力なき者は死んで当然よ。でもまだ私も望む力を手に入れたわけではありませんわ。今回の騒動だけじゃ足りないっていうの。今回の召喚で足りるのでしたら、わざわざあなたを呼ぶこともないわ。ジーベルの結晶では必要な悪魔を呼べなかったのね。だから私の結晶が必要になった。賢い子は好きよ。ただあなたの結晶は綺麗すぎた。だからシャードを手に入れさせ、悪魔の力と馴染むように仕向けたの。あとはジーベルとの戦いで疲弊したあなたをグレモリーが支配するだけだったわ。残月さえ私を裏切らなければ。彼は裏切ってない。正しいことをしただけよ。正直ここまで追い詰められるとは思いませんでしたわ。残念ですが、一番使いたくなかった切り札を使うことにしますわ。私の結晶とロガエスの書の力で最強の悪魔バエルを召喚します。そんな無茶だ。無茶かどうか教えてあげるわ。10年前にジーベルが生き残った理由よ。ジーベルと何の関係が。彼には私と同じエクソシストの血が流れていましたの。その血の力が結晶の侵食を抑え、結果命を落とすに至らなかったの。今の私はエノキの血で結晶自体もコントロールしている。一時的なものですが、この方法ならどんな強力な悪魔を召喚し刺激。でも召喚が完了するまでまだ時間がかかるみたいね。それまでに私を倒せるとでも。あなたは力の使い方を間違っている。力に溺れ、力の使い方を考えていない。ディガストライバー、トーン、セイ、ジュッド、ターン、フェア、トーン、フェア、フェア、セイ、ディスライフ。
さい。モリスター、どうかしら。ピーガストライド。出撃。ディスレイブ。
与えましょう。ドミニク、信じていたのに残念だ。ええ、そうだ、ロガエスの書。全ての始まりの書。どうするの？師匠がやろうとしていたことを僕が代わりにやる。このために師匠は城の要部分にあらかじめ絵の具文字を刻んでいたんだ。これからロガエスの書を使い、城の中枢であるここで術式を行う。そうして刻まれた絵の具文字と連動させ、城と悪魔たちを元の場所に戻す。アルフレッドはそんなこと？さあ始めるよ。ミリアム、少し下がっててくれ。そうだね、本当によくやってくれた。でも犠牲も多かった。ジーベル、アルフレッド、残月。ジーベルは結晶に侵食されて君がどうこうできる状態ではなかったよ。そして師匠と残月は自らの信念のもとで戦い抜いた。その誇り高き生き方は称賛に値するものだと。まだ悪魔の残党が残っている。悲しむのは全て終わってからだしね。そういえば師匠が君の結晶の侵食を抑えている術式を見て僕にヒントをくれたんだ。もしかしたら結晶を完全に食い止める方法を見つけられるかもしれない。本当に？約束はできないけどね。頼りにしてるわ。期待には応えるさ。さあ帰ろう。ええ。